ジャンベリボーは、カナダ・ケベック州、トロワ・ニビエール生まれのプロアイスホッケー選手である。NHL ・モントリオール・カナディアンズのセンターとして、チームキャプテンをご期務め、その紳士的な態度と転生のリーダーシップから、多くの人々の尊敬を集めた。DHC の肩書きを持ち、オーダー・オブ・カナダ、ナショナル・オーダー・オブ・ケベックを受訓している。若い時から、アイスホッケー界のスター選手として、 注目を集め、ケベックエースズに在籍し、ケベックシニアホッケーリーグの得点王となる。ベリボーは、ケベックにも居心地の良さを感じていたが、NHL のモントリオールカナディアンズは、彼の獲得に奔走し、ついには、ケベックシニアリーグそのものを買収しプロ化してしまう。ベリボーは、カナディアンズでは、1950から1951。 シーズンと1952から1953シーズンに、それぞれ2試合、3試合の出場記録が残されているが、正式契約は1953年10月3日に結ばれ、1953から1954シーズンから、聖選手となる。ちなみにベリボーの当時の契約内容は5年間で10万5000ドルに、ボーナスを加算するとの記録があり、 NHL 加入当初からリングクッシュの高学年報選手であったと言われている。1955から1956シーズンにはアートロス記念賞とハート記念賞を同時受賞した。カナディアンズには通算18年在籍し、10度のスタンレーカップ優勝を経験した。1960年にモーリス・リシャールが引退した後、選手からの指示により5期にわたって、 チームキャプテンを務めた。彼自身、リーダーとして、ゲームで、コーチや審判との橋渡しを行ったり、スポークスマンとしての役割も大切だが、最も重要なのは仕事は、ベンチ裏での選手の悩みごとの相談に真摯に対応することと語っている。パワフルなスケートとともに、威厳に満ち研ぎ澄まされた雰囲気を持っていたと言われ、リンク上でもその外でも持って生まれたリーダーシップを発揮した。 一時は6フィート3インチ、205ポンドの恵まれた体を生かした厳しいボディチェックにより、ペナルティの多い年もあったが、次第にエレガントなプレースタイルに変化していったと言われている。1964から1965シーズンのスタンレーカッププレイオフで見せたパフォーマンスは、ファン、チームメイト、そして敵チームからも称賛と尊敬を集め、 新設されたコーンスマイス賞の第1回受賞者となる。ジャンベリボーは1970から1971シーズンをもって現役引退するが、レギュラーシーズン1125試合で507ゴール、712アシスト、1219ポイント、プレーオフ162試合で70ゴール、97アシスト、176ポイントの記録を残した。 この引退時点でのゴール数はカナディアンズの史上第一位を誇るとともにプレイオフでのゴール数は NHL 歴代第一位であった。1972年には待機期間3年の原則を破ってホッケーの殿堂入りを果たした。引退後は1971年に創立したジャンベリボー基金を通じて事前活動を行う一方でカナディアンズの幹部 親善大使としての役割を務めた。ベリボーは数々の受賞歴とともにカナダ各地の大学から名誉学位を送られている。また、1995年にはロヨラメダルを受賞した。さらに、ケベック州ではナショナルオーダーオブケベック連邦政府からは1998年5月6日にオーダーオブカナダを受訓している。 1994年にはカナダ総督の地位のオファーがあったが、これは辞退している。また、上院議員への推薦も誇示している。2001年には、その名前がカナダ S Walk of Fame に刻まれ、同年にはその肖像が切手の図案に採用された。2004年11月、2004年から2005年の NHL ロックアウトにおいては NHL 側に立ち、 選手たちが過度に高額の年俸を要求することは、アイスホッケーとリーグにダメージをもたらす、胸の発言を行った。2014年12月2日、モントリオール郊外のロンゲール市内で死去。去年83、ありがとうございます。